前田康吉は、日本の政治家、北海道滝川市長、北海道議会議員、滝川市議会議員などを歴任した、滝川町に生まれる。滝川市立滝川第一小学校、滝川市立高齢中学校、北海道滝川高等学校卒業。百七十八年三月、日本大学の獣医学部農芸科学科卒業。同年四月、 札幌市のエビアキラ農水に就職。1980年4月、家業の有り売紹介に戻り、主にもやしの生産、販売に励む。1991年4月、滝川市議会議員に就任。1995年4月、北海道議会議員に就任。1999年、2期目の当選。2003年4月、3期目を目指し道議選に。 出馬するも、無所属の大川明彦に敗れ落選。2007年4月、再び大河に敗れる。2011年4月24日に行われた、滝川市長選挙に無所属で出馬。現職の田村博士を破り初当選した。4月27日、市長就任。2015年、無投票で2期目の当選。ありがとうございます。